ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は速報女子ワールドカップグループリーグ第一戦総集編。グループ第2戦もね始まっておりますけども、今回はグループ第1戦のまとめということで振り返っていきたいと思います。今回もベスト11、そして MVP も決めていますので、ぜひ最後までご注目ください。最後までご覧いただき、そしてよろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いいたします。それでは速報女子ワールドカップ2023グループリーグ第1戦総集編、レッツゴー。さあ、まずはグループ A の順位表を見ていきましょう。1、2、3、4位、まあ、グループ A に関しては今現時点ですね、25日夜の時点で2戦終わってますので、こういうことになりました。1位がまずスイスということで、まあ、一番でもびっくりなのはスイスが一番上にいることはいいんですけども、ノルウェーがまだ1勝もしていないということで、はい、開幕戦敗れ、そして第2戦引き分けというところで、ちょっとこの辺ノルウェーがまだ得点がないという状況、どうなってるんだノルウェー。ニュージーランドに負け、そしてスイスに引き分けということで、スイス対ノルウェーの試合めちゃくちゃいい試合でしたね。さすがなんかヨーロッパのクラブでバチバチにやり合ったなという感じがします。そしてびっくりもう一つ、フィリピン、アジア勢として誇らしい。いや、開催国ニュージーランドになんと1対0で勝ち、そしてゴールを決めたのが元ウィーリーガーチフレのサリナボール。クインリークエザ選手もね、2戦連続出てましたけども、いやー、こうやってウィーリーガーが活躍するの嬉しいじゃないですか。元ウィーリーガーね、活躍すると嬉しいじゃないですか。ね、ニュージーランド開催国としてもちょっと負けられないところなので、次がフィリピンとノルウェー、スイス、ニュージーランドということで、ちょっとノルウェー、どうなるのか、崖っぷちのノルウェー、ダークホース優勝候補どうなるんでしょうか。というわけでグループ A の順位表でした。さあ、グループ B、まあ、こちらはね、現時点では一戦終了になりますけども、オーストラリア、カナダ、ナイジェリア、アイルランドとなりました。まあ、まだ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 分からない状況になっております。このグループはめちゃくちゃ分からないよね。これちょっとね、まだアイルランドもあるし、ナイジェリアも強いし、見てたら。カナダもね、意外に苦戦してるんですよ、東京オリンピック王者。まだまだカナダは全然発揮できてないと思うし、第一戦見てみると、オーストラリア強度の高い試合してましたけども、後半失速みたいなとこあったので、サムカーがやっぱり復帰してこないとなかなか厳しいんじゃないかなっていうふうに思います。おそらく第2戦もオーストラリア、カナダ、サムカーは出ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。ナイジェリア、アイランド、マッケーブがいます。マッケーブが決勝トーナメント見えないっていうのはちょっと残念なところではありますから、どのチームも頑張ってほしいなというふうに思います。グループ B の順位表でした。さあ、グループ C 順位表です。まあ今日ね、はい、試合があります。日本対コスタリカ、同時と生配信やりますのでよろしくお願いします。日本が現在1位5得点、スペインが3得点で2位というところ。まあ、コスタリカにどれだけ点取れるかですね。まずスペインよりも点取りたいところかなというふうに思いますが、5アップガチガチで守ってくると思いますので、その辺どうこじ開けることができるのかっていうところ注目じゃないでしょうか。スペイン、ザンビア。まあ、ザンビアあの感じだったらちょっと日本との対戦の時だったらちょっとダメかなというふうに思いますけども、スペインだったらまたちょっとわからないじゃないですか。ドイツとやって3対2で勝っている日本、本体って 5-0 で負けてるっていうところで、スペインだったらもしかしたらザンビア勝っちゃうかもしれないし、そうなってくるといろいろバランスが崩れてきてどうなるのかっていうところ、そして日本はもう次ね、勝って決めるぐらいの勢いでいってほしいなというふうに思います。というわけでグループ C の順位表でした。さあ、グループ D の順位表になります。ちょっとイングランドが調子を落としているところ、第一戦であんまりこう良くなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ハイチ相手に1対0ですけども、まあ勝ちはしましたが、あんまり第一戦ということで勝差が抜けず、ちょっと調子は良くなかった。いつものイングランドではなかった、ユーロ王者のユーロ女王のイングランドではなかったかなという感じです。まあ、デンマークに関してはちょっとここ中国と拮抗してたところあると思います。デンマーク、中国で、デンマークがね、最後の最後で点取って勝ったっていうところ、劇的勝利で、中国はまあ1点取れれば勝つ可能性あったのに、中国は勝ちきれなかったっていうところ、そこは厳しいですし、やっぱこのグループ D はやっぱりね、一戦落とすとかなり厳しくなってくると思います。もうイングランド、デンマーク敗者でやらなきゃいけないので、中国に関しては、まあ、まずは1勝してほしいんですけど、周りが強いのでどうなるか分かりません。ハイチも頑張ってはいるんですけどね、なかなかこのグループはちょっと本当に死のグループ的な感じなので厳しいかなっていうふうに思います。さあ、グループ D どうなるんでしょうか。
さあグループ E 順位表、2連覇王者のアメリカが上々の白星発進ということで3対0圧勝でございました。はい、まあベトナムも頑張ってはいたんですけども、やっぱアメリカの前ではなかなか厳しいなっていうところですね。前半少し頑張ってたところはあるんですけども、さすがのアメリカでした。でオランダ、ポルトガル、ポルトガルもそんな弱くないなっていう感じがしますよね、この戦いを見てみると。まあオランダもちろんこの自力の差、やっぱり実力がねありますから、そのところで勝てたっていうのは大きかったと思いますし、次オランダとアメリカかな、この辺ちょっと面白くなるんじゃないかなと思います。オランダが勝ったりしたら、ちょっとこのグループ混戦になります。もうアメリカ、オランダ、ポルトガル、ベトナム、どこも可能性ありますので、わからないところです。グループ E、どこが1位、どこが2位、そしてどこが敗退となるか、楽しみなところです。というわけで、グループ E の順位表でした。さあ、グループ F になります。順位表、ブラジル、フランス、ジャマイカ、パナマ。フランスがね、まさかまさかのジャマイカに引き分けというところ、0対0、スコアレスドローでございました。フランスとしては勝ち切れたところ、やっぱりね、その辺が優勝候補と言われながら、やっぱベスト4の壁を越えられないっていうところは、ちょっと出てきてるのかなっていうふうには思います。ブラジル、フランスとの試合はちょっと楽しみですね。ただね、ジャマイカなんですよ。エースのカディシャ・ショーがなんと第1戦でレッドカード退場処分になってしまいました。第2戦ジャマイカ、カディシャ・ショーを使えないっていうところがなかなか響いてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。カディシャ・ショーはマンチェスターシティのエース、長谷川唯選手との同僚になります。でブラジルが強い、ザ・ブラジルみたいな攻撃をしてましたし、4点取ったわけですよ。いやー、まあありが良かったんですけども、いやちょっとね、4点目もうまさにブラジルだなっていう攻撃、3点目かまさにブラジルだなっていう攻撃でしたし、最後ヒールで落としてみたいなところ、パスで繋いでっていうところはもうブラジルもブラジルでやっぱここをかけてきてるなっていう感じがします。ブラジルめちゃくちゃ強いですよ。グループ F 順位表でした。さあグループ G の順位表です。スウェーデン、イタリア、南アフリカ、アルゼンチンというところで、まあアルゼンチンの試合とか見てみますと、やっぱアルゼンチンも守備硬いなっていうふうには思いました。イタリアとアルゼンチンやりましたが、やっぱ前回大会ね、日本も苦戦しただけあるなっていうふうに思いますし、守備やっぱ硬いな。でもそこでイタリアが最後ゴールを決めれたっていうところが、まあ大きかったなっていうところですね。まあここやっぱスウェーデン、イタリアが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いましたけども、スウェーデン2対1の勝利というところで、でもスウェーデンもまだまだ本調子じゃないでしょ。南アフリカに1点決められてるようじゃ、上、優勝を狙えないんじゃないかなっていうふうには僕は睨んでおりますが、でも強い。やっぱグループリーグはどうしてもちょっと差が出てしまうよねっていうことですよね。まあ、第2戦ぐらいからまたちょっと差が出てしまうのか、それでイタリアどうなるのかっていうところ。イタリアはやっぱジャチンティの爆発ですね。ジャチンティがこれ爆発したら強いなと思いますし、結構やっぱローマとかユベントス、ミランとか、まあ同じチームでやってるチーム、選手が結構多かったりするので、その辺の連携は問題ないかなっていうふうに思います。というわけでグループ G の順位表でした。さあ最後グループ H の順位表です。ドイツが強すぎ。この第一戦に関して言いますと、最多得点になります。はい、勝ち点3、ドイツ6対0、モロッコ相手、もうモロッコ心折れてましたもんね。ちょっと日本より点数取るんじゃねえと思いましたけど。いやーやっぱね、まあ皆さん言ってましたけど、ザンビアと強化試合で直前3対2で負けたっていうところがかなり火ついたところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。あれでちょっと引き締まった感がありますよね。だってザンビアに負けて本大会したら 6-0 だもん。だから本大会前にちょっと調子が悪いと逆に良くなるのかもしれません。引き締めてっていう感じになるでしょうね。でちょっとびっくりしました。コロンビア対韓国、これ若干韓国が勝つんじゃないかなっていうふうには思ってたんですけども、まさかまさか PK と立て続けにゴールというところで失点してしまい、韓国が負けました。いやーこれはちょっとびっくりした戦いだったなっていうふうに思います。ていうかコロンビア普通に強かったっす。あ、なんだろう、普通に力の差も出てたような感じがして、コロンビアの前プレーが効いてて韓国が前に行けず苦戦してたなっていうところがあったので、ここ今回コロンビアめちゃくちゃいい仕上がりになってるんじゃないかなっていうふうに思います。というわけでグループ H どうなるんでしょうか。ここも混戦です。 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。さあ女子ワールドカップ第1戦に関してですね、グループリーグベスト11を決めました。この11になります。まあちょっとデンマークのゴールキーパー良かったなっていうところですよね。第1戦に関しては0点に抑えたというところでクリステンセン選ばせていただきました。でまあ同じデンマークからリッケ・セベッケ、セベッケはですね、ゴールの僕はこう振り返りで言いましたけども、最後ヘディングシュートに対して足を伸ばして中国のゴールキーパーの前で足を引いたっていうあれもあったし、守備もしっかり頑張ってて背がでかいんですよセベッケってね。でも大型のサイドバックっていうところでちょっと評価が高かったなっていうふうに思います。しっかり守った点も良かったと
思いますね。これはねもう何の忖度もありません。石川リオン選手絶対あるでしょ。これはもう選んで当然のごとくだと思います。いやー、タイ人素晴らしかったし、このワールドカップでグンと成長したなっていう感じがします。次もスタメン期待です。で、まあその石川リオン選手と隣にミリーブライトが並ぶっていうね浦和レッズのディフェンダーの隣にチェルシーディフェンダーがいるっていうミリーブライトはもうさすが、もうこの2人はマジ対人強いなっていうふうに思いましたし、ミリーブライトとブライトのなかなかこれは崩せないなって思いましたね。で、負けはしましたけどアイルランドはケイティ・マッケイブかなり良かったですね。ウィングバックでしたけども攻撃もちろんそうですし守備もそうなんですが、なんて言ってもやっぱキャプテンとして声を出せるところ投手としての僕は評価があります。プレー以外の面でやっぱチームを引っ張っていく、あれ多分マッケイブじゃなかったらキャプテンがもうどんどん崩れてた可能性もあるので、そういった意味ではケイティ・マッケイブその辺評価してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。おそらくもうちょい点取られたかな。で、まあ日本と同組になります。相手はボンマティ、この選手ゴールも決めましたし、まあマジであの試合初めて多分ボンマティをじっくり見ましたけども、ドリブルうまいね。スル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 抜けられるし、狭いスペースも普通にドリブルできるし、自らでもあのゴールを奪うことができるし、スルスルって入ってくる、まさに本当にペドリだなっていう感じがしました。めっちゃ目立ってました。いろんなところに顔出してます。で、宮崎選手も言うことないでしょ、2ゴールなんで、はいそこはもう絶対でしょ。はい、で、リンジー・ホラン選手ですね。アメリカゴールを決めましたけども、いやえぐいねリンジー・ホランってマジでえぐい。リンジー・ホランパスよし、ね、ドリブルよし、でシュートよしで迫力あるフィジカルやべえっていう10番にふさわしいなっていう感じがしますね。でトップセンターフォワードもできるし、インサイドハーフもできるしっていうところ、この選手マジでね、抑えないとアメリカには勝てないなっていうふうに思いました。で、同じくアメリカ左ソフィア・スミス2ゴールを決めましたからね、この選手はやっぱスピードもありますしシュートの正確性もあるので、今後ちょっとねグループリーグ決勝トーナメントゴール量産期待すると思います。僕ねこの選手結構得点ランキング上に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、得点ランキングという意味ではアリ・ボルジェス、今大会初ハットトリック、素晴らしかった、ね、何やってもうまくいく日だったなというふうに思います。この日3ゴール1アシストですからね。アリ・ホルジェス、いや覚えましたよ、もうホルジェス、あボルジェスか、ボルジェス覚えました。はい、なのでまあちょっと今後の得点ランキング期待かなというふうに思います。もうすでに3ゴールです。そして2ゴールアレクサンドラ・ポップね、背高174センチだったかな、ヘディングを狙えるしっていうところで、あの起点にもなるし、あのターゲットにもなるんですよね。そういった意味ではこういう選手がいるドイツってのは強いかなと思います。というわけでベストイレブンでした。さあ女子ワールドカップ第1戦グループステージ第1戦を通しての MVP はフォワードアリ・ボルジェス選手。ブラジル代表75分の出場で3ゴール1アシスト、全てのゴールに関与というところで、まあまあまあ入れるでしょう。まあ特にアシストのシーンなんかもね、あれはもうブラジルらしさ全開だったなというふうに思います。最後ねクロスが入ってボルジェスがトラップして足の裏で流して最後ゴールを決めるっていうところは、まあさすがだったなというふうに思います。圧巻のハットトリックの大活躍でございます。ブラジル代表の攻撃陣をまさに牽引してたなというふうに思いましたね。3点中2点はヘッドなんですよ。これねクロスボールへの入り方、これ今見ている、もう今本当にウィーリーガーを目指すような女子中高生とか見てほしい。このゴールアリ・ボルジェスマジで今すぐ見返してください。あのヘディングの2点の入り方っていうのは素晴らしかったなっていうふうに思いますね。足で決めたシーンもそうなんですけども、入り方が1回中行って外行って中行くんですよ。で外行って中行って外行って中行くみたいなのもあるし、あのね一回自分をマークしてるディフェンダーからの視界から消えるんですね。でまた入ってくる素振りを見せてうって引っかかってこっちから反対から入っていくとか、そう相手の動きを見て引っかかったところと逆に入っていったりとかするので、もうどうしてもねこうボールを見なきゃいけないのでボールウォッチャーになる瞬間があるんですよ。その瞬間に駆け引きをして、で自分が自ら視界から消えて、そしてなおかつそのディフェンダーの前に入ってくるっていうところで、ディフェンダーからしたらよっぽど上手くないと掴みにくいんですよ。だからやっぱりあんま上手くないディフェンダーとボールだけを見てここ見失って入ってきちゃうとかっていうのはあるんで、それが結構多かったなっていうのは思いますね。ただこうやって見たりすると間接視野で見なきゃいけないので、いつ入ってくるかってなかなか難しいんですよね。あボール入ってきちゃったってなって突かなきゃいけないかってなっちゃうから、そのなんだろうな、ディフェンスの駆け引きがめちゃくちゃ上手い選手だなっていうふうに思いました。はい、もう何をやってもうまくいったアリ・ボルジェス、今後も期待です。というわけで第一戦の MVP はアリ・ボルジェスでした。
速報女子ワールドカップ2023グループリーグ第1戦総集編いかがだったでしょうか。予想外のところ、予想通りなところ、いろいろあったかと思います。とにもかくにも日本はザンビア戦勝利、そして今日コスタリカ代表を迎えますよ。同時視聴やりますので、ぜひぜひお越しいただければなというふうに思います。チャンネル登録者数ガンと伸びておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方をお願いいたします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。